Hello everyone! Thank you for coming! Let's study together! New Horizon 1年生今日のページは Unit 3 Part 1です。また新しいユニットに入りますね。ページ32-31になります。この前にある、Enjoy Listening っていうのは多分学校で聞ける音源だと思いますので、ちょっとわからないですね。違うかどうか。で、ここにある単語の綴りと発音1っていうところに、私が、この講座を始める前に出した動画で言っていたライブについて、ここに書いてありますね。Sing, sing a song, sing out loud, sing out strong.Sing of good things, not bad. Sing of happy, not sad. ということで、こういうふうにですね、韻を踏んだ歌というのは非常に英語の世界では多くあります。私がおすすめしている、教室の子供たちにおすすめしている本が、この We Sing Mother Goose っていう本なんですけど、もうこれは中学生の皆さんは忙しくて、なかなかこんな歌を歌ってる暇はないっていうふうに思うかもしれないんですけど、これは実は歌の前に、ネイティブの子供が音読をしているんですね。だから、もし、まあ、ちょっとぼーっとしてる時っていうか、なんかこう時間がある時に、この音楽を、CD を流しておくと、本当に不思議なんですけど、英語を話すリズムが身につきます。で、英語はまず一つ一つの単語ってみんな思うんですけど、発音きれいにしようって思うんですけど、実は一つ一つの発音をきれいにすることよりもリズムを先に習得してしまった方が実は単語の発音ももっとスムーズに早く上達していくんですね。で、リズムっていうのはどんなものかっていうと、例えば一つ一つ言った場合はそのリズムにならないんですね。この Polly put the kettle on っていうのをちょっと例に受けてみたいと思うんですけど、これ発音だけをみんなが注意すると Polly put the kettle on Polly put the kettle on こういう感じになると思うんですけど、リズムを注意して読むとちょっと今発音がじゃできない想定でちょっとわざと読んでみますね。ポリプテケド、ポリプテケド、ポリプテケド、We all have tea. 好き take it off again, 好き take it off again, 好き take it off again, they're all gone away. こんな感じ、ちょっとわざと今ボーって読んだんですけど、この揺れて、このどこでアクセントを取るかっていうこのリズムがわかると、これ意外とネイティブの人にはこの方が伝わるっていう英語になるんですね。ブツ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 切って切っていう英語、もちろん発音が全部きれいになっていればもちろん伝わるんですけれども、このリズムを最初に頭の中に入れてしまうと英語のどことどこがくっついて違う音になるかっていうことがだんだん頭で分かるようになるんです。じゃあこれをリズムと発音両方考えて読むとこんな感じになります。 Polly put the kettle on Polly put the kettle on 好き take it off again 好き take it off again 好き take it off again They're all gone away。 ここリンキングっていうのがいっぱい起きてるんですけど、この take it off again っていうのは take it off again っていうふうにくっついてます。だからまず take to it がくっついて take it っていう風になるんですね。で、今度はこの it と off という音がくっついて take it off っていう風になるんです。 take it off、 そして最後 again とこの off っていう音がくっつくと off again という風になるので、これが全部4つの単語がくっつくと take it off again っていう風になるんですね。こういうリンキングっていうのが実はこういうマザーグースの歌を歌うことによって自然にネイティブの子どもたちも学んでいくっていうスキルになります。で、このマザーグースに一番私が重きを置いているのはライムがたくさん載っているからですね。ライム
っていうのはここに載っているように song と strong みたいな感じですね。 ong っていう音です。それから bad、sad っていうようなこの add っていう音ですね。で、本当はライムっていうのは音が同じであればスペルが違ってもそれはライムしてるっていうふうに言うんですけれども、外国語として勉強している私たちがまず一番最初に覚えるといいライムっていうのはスペルが同じものです。だからこの song と strong は ong っていうのが ong っていう音、これはもうスペルも一緒だし音も一緒ですよね。それから bad、sad、 これも add っていう部分が ad、 この音が一緒。こういう形で2つね、単語を2つペアにして、そしてそれを口で言うことによって1つの単語を bad、 bad、 bad って言ってるよりも bad、 sadMad、 Mad って怒るって意味なんですけど、 Mad っていうようなあの風で、いろんな単語をこの同じ音を共通させて口から出すっていう風にするととっても楽しくなると思いますね。なのでこの下のハッティダンティ、これはですね、実はこの中に載っています。もちろんもうマザーグースといえばもうこのハッティダンティなので、ハッティダンティ sat on a wall、 ハッティダンティ had a great fall、 All the king's horses and all the king's men couldn't put a hampty together again。 さあ、どことどこがライムしてるかなっていうと、この wall とfall ですよね。そうするとみんな見ると OLL という、ごめんなさい、 ALL、 これが all ですね。 all、 fall。 他にもなんかみんな思いついたかな、これは ball ですね、like a baseball、 volleyball。 この ball っていうのもこの同じ音ですね。 all って私はよく教えるんですけど、これはおうって音ではなくて、おうってほったらかしのおうっていう風に教えてます。だからもう本当にるっていう音はおうるってほとんど言わないぐらいでいいんです。 wall、 wall、 fall、 ball ですね。 L の最後のこのうっていう口にはなるんですけど、これは日本語のラリルレロのるっていう風に言ってしまうと英語の音にならないので気をつけてください。では、wall、fall っていうところですね。じゃあ、let's try っていうところを見てみましょう。cat、mat。 さあ、この at って音で、例えば何があるかっていうと、さっき言ったのが cat、mat、hat っていうのなんかもそうですね。at なので、これはここに h が入りますよね。それから number two、bake、cake。bake cake、 もうこれすごく使いやすくないですか。ケーキを焼くっていう感じで bake cake。 さあ、ここに入るのはもし、私だったら lake、 ね、湖の lake っていうのを入れますね。なので L ですね、この場合。次はあと snake っていうのも入りますけどね、3番目ですね。3番目は nine、 shrine ですね。これは私、先ほど多分やったと思うんですけど、前の回で shrine ってみんなね、神社でしたよね。 shrine、 shine ってやったの覚えてますか。なのでこれも sh で shine っていう風に言うことができますね。はい、では早速ユニット3に入っていきたいと思います。パート1、 Enjoy Communication。 まずじゃあ小学校でやったところをちょっと見ていきますね。小学校でみんなもうすでにですね、それはどこにあるのというこのどこ覚えていますか。何だったかな。 Where ですね。 Where is something ですね。これはもうこの今教室になってますけど、 Where is my cup、 私のカップはどこなのとか、 Where is my hat、ね、なんか物がなくなった時なんかも使える便利な表現、この Where っていうのですね。ただこの場合は学校の公開授業に来た外国人の人に学校の部屋の場所をこう伝えているっていうことになるので、まあ、外国の先生が Where is your classroom? あなたの学校、クラス、classroom。 Where is your classroom? っていう感じですね。そして、まあ、あなたがもしそれが1階だった場合には It's on the first
floor になります。この階を言うのは、イギリスとアメリカでちょっと言い方が違うんですけど、みんなが習っているのはアメリカ英語になるので、1階は first floor になりますね。これは野球をやってる子わかるんだけど、 first それから second third ですよね。野球はあとはもうホームしかないので third までですけど、こんな感じで例えば4階になった時っていうのは、今度は4っていう number 4から fourth、この th っていう音が最後に入るのがこの何番目っていう時のルールになります。じゃあ今度、じゃあ5番目だったら、5は5ですよね。5はちょっと違っていて fifth fifth fifthこんな音になりますね。はい、実は次の6っていうのがとっても難しいんですけど、6っていうのは6で6ですよね。この後ろに th がつくと、ほとんどこの s っていう音が消えて、最初の s はあるんですけど、6ってなります。これは本当に私もまだまだ全然だと思うので、分かりにくいと思うんですけど、ただこのね、シチュエーションで It's on the sixth floor って言ったら、まずネイティブの方は分かりますね。この発音が多少やっぱり外国のね、外国語として勉強してるので完璧にはやっぱりなれないなと思うんですけど、頑張ってみるっていう姿をこう見せるっていうのは、やっぱり相手にとっては、あ、この人は頑張って英語を私のために話してくれてるんだなっていうふうに思われるので、それぐらいで大丈夫だと思います。seven とかも seven、あとはみんな th が最後につくって覚えておけば大丈夫ですね。はい、これはじゃあペアになってっていうことで、 number two the computer room。 Wow, you guys have a computer room in your school? Oh my gosh. When I was at your age, oh, there are no computer rooms like that. ね、もうそんなのはね、なかったですね。はい、じゃあ次 number three。 Oh, this is a, yes, whenI had, of course,the library ですね。図書館、図書室っていうのはありますね。はい、私の時にももちろんありましたね。で、number four, the music room。うん、music room。やっぱり音楽室っていうのはね、ないと他の教室がうるさいので、日本の学校は必ず音楽室ってありますね。OK、それでは number two。今度は、for example, when is your birthday?Number two ですね。今度は誕生日になっていますね。で、誕生日もこれはやっぱり、first, second, third って言い方をします。で、じゃあ誕生日っていうと、私22日生まれなんですけどとかね、そういう子も出てくると思うんですけど、そういう時には20something、例えば22日生まれって今言ったんですけど、22日生まれの子は 22nd っていう言い方をします。ね、ただこのここにありますけど、自分のその誕生日を言う時には、数だけを書くっていう形でも大丈夫です。ただこれをわざとですね、 th を最後に書いて表記する人もいます。なので、皆さんの教科書に習って、今回は、July、 これ書く時には3としか書いていないので、この書き方でいいです。自分の誕生日が例えば、じゃあ5月26日の人だったら May 26 って書きます。でもこれを人に言うときには When is your birthday? っていうふうに言われたら Oh, my birthday is May 26みたいな、言い方で言えます。20のこの20、これどっちでもいいんですよ。20って言う方がいいっていう人も多いんですけど、別に20って言って間違ってはいないんですね。じゃあ、20、じゃあ29日の人だったら 29th っていう感じになります。言う時はこの助数っていうんですけど、1番目2番目っていう言い方で言ってください。はい、では小学校の単語に行きます。じゃあ、ページ30いいですか。 Where, classroom, first, second, third, computer, library, when, birthday, July, practice, at, station。 beat by beat っていうところは、多分ですね、これは拍を取ってWhen is your birthday? どこでアクセントをつけるのかなっていうことだと思いますね。
だから大丈夫ですね、多分この本文を読んでいけば身につく技術になります。じゃあ皆さんは一回、テキストを閉じて、耳でまず音を聞いてください。 Okay, so here we go. Hi Josh, what do you have in that bag? A trumpet. I'm in the brass band. I see. Where do you practice? In the music room. But before concert, we practice in the gym. When is the next concert?It's on July 5th at Midori Hall. Where is that? It's near the station. はい、じゃあ2回か3回読んだことにして Open your textbook now. Okay, so let's check with the pen. いいですか？ペンを、赤ペンを用意して、チェックをしていきます。今回も、特に正直言うとチェックするところが、ないんですけれども、そうですね、チェックするのはこれからやるものなのでここにありますけど、過去形って言われるものが出てきたら二本線、そして三単元の S と言われるもの、これは主語になるものが It、 それから He、 彼はっていう時、それから She っていう時、これはみんな人数が一人、ものが一個しかない時にはこの現在形に関しては S が必ずつきますので、これを押さえていくっていうのがこの後の取り組みにあるんですが、今回も1年生はまだそれがないのでこれは飛ばしますね。はい、そしてじゃあこの訳をちょっと一緒に見ていこうと思います。はい、 Hi Josh、 これは分かりますね。分かるところはもう私は日本語にしません。というのはみんなは英語を勉強したいんであって日本語を勉強しているわけではないので、日本語っていうのはもうみんなの母国語なので、アレンジがいくらでも聞きます。でも英語の文章はやっぱりたくさんまだ英語を見ていないので、しっかり脳に記憶していってほしいんですね。だからいつも言うように英語、日本語をもし考えたらその後また英語っていう風にして、英語のサンドイッチを食べる感じで脳に英語を入れてあげてください。 What do you have in that bag? ですね、この What っていうのはもうみんな習っていますね。何っていうことですね。 Do you have in that bag? ですね、これもあなたは持っている。で、この What だから疑問詞で何っていうのが一番前に来ちゃっている、ここにあるんですけど、いつも主語そして動詞が次に来て、どこにいつという順番ですので、これも結局は in that bag っていうのがそのバッグの中に、つまりどこにっていうのがここに来ていますね。はい、 A trumpet, I'm in the brass band ですね。トランペットだよというふうにこのジョーシュ君が言っていますね。そして僕はここにいる、動詞ですよね。 I'm in the brass band、 どこに入っているということで、これもやっぱり音楽バンドの、ね、に僕はいるんだよっていうことを言ってますね。はい、 I see、 これはもうなるほどっていう感じの英語になっています。次にメグが Where do you practice? はい、これが今日のキーセンテンスに入っているので一緒にやっていこうと思いますが、 Where do you practice? どこでというのがまず一番最初にメグちゃんが聞きたいことなので先に来ました。そしてあとは Do you practice?練習してるのですね。だから英語の場合も日本語の場合もこれはどこで練習してるのという順番になってますね。ジョーシュが言いますね。In the music room. Music room. これは、この前に I practice in the music room っていうことですね。はい。音楽室で練習してる。But before concert. ここですね。But っていうのが来た時にはでもね、だがしかしっていう時が多いんですけど、この場合もジョッシュ君は今ね、音楽室で練習してるよって言ったけど、でもね、実はねっていうことで、この but の後に大事なことが言われることが多いんですね。before concert、 はい、この before concert っていうのはみんなどれに当たると思う？この中だと私とか主語ね、その主人公の人、それから何をするってこと、それからどこでする、ここに今ないんだけど when、 いつするっていうことだと、うん、これはね、
before concert っていうのはこの when になるでしょ、ね、でどうしてこの when をもってこっちに持ってきたかっていうと、でもねコンサートの前はっていうことを言いたかったんだね。でこういうふうに順序を変えた時、ここ見てみると concert と we の間にコンマっていうのがあるよね。このコンマ絶対必要になります。この順番を変えちゃったからね、順番を変えた時にはこういうふうにカンマをつけたり、もっと違う言葉を間に入れたりして強調っていうのを高校生になった時にまた勉強すると思うんだけど、この順番を変えた時っていうのは何かちょっと違う工夫をしないと英語の場合は勝手に順番を変えることができない、そういうふうに覚えておいてください。そして We practice in the gym ですね。私たちはやっぱりするんですね。プラクティスをするんです。何をするんですか？プラクティスをします。どこで？ In the gym ですね。ジムでします。はい。次にメグちゃんが When is the next concert? 今度は Where じゃなくて When。When っていうのはこの後だよっていつも言ってるこの When なんですけど、When っていうのはいつっていう意味ですね。はい。When is the next concert? そうするとこの next concert っていうのがこの最初の主人公になるわけですね。この場合はね、主語になります。Next concert、concert ですね。この音なんですけど、日本語はね、コンサートって言っちゃうんですけど、英語の場合はどちらかというと、音と音の間みたいな音で、concert っていう感じになると思いますね。はい。そして、これ、この when とか where っていうのが一番最初についてる場合は、みんな多分知ってると思うけど、イントネーションもどちらかというと下に下がっていく感じ。when is the next concert? こういう風になりますね。そして上司が、it's on July 5th ですね。この場合も数字は5って書いてあるんだけど、読むときは July 5th っていう風に。5ではなくて5th になります。最後にこのっていう音が入るっていうふうに覚えておくと大丈夫ですね。メグちゃんがこの後 When is the next concert? When is the next concert? 次のコンサートはいつですかっていうふうにこう聞きます。そうすると上司が It's on July 5th at Midori Hall っていうふうに言ってますね。これみんなわかると思うんですけども、ほらねさっきも言ってたんだけど、Where の次に When なんです。本当は。でも、この前、ジョシ君は It's on July 5th。だって、メグちゃんがいつって聞いたから、あ、7月5日なんだよっていうことを先に言いたかったんですね。なので、この When と Where の順番が逆になっているんです。なので、ここにカンマが来て、At Midori Hall っていうのが来てますね。本当だったら、At Midori Hall on July 5th っていう順番ですよ。だって Where When だから本当に結構厳しいんです、この順番って英語って。なので日本語はね Where とか When っていうのは多分もうどういう風にでも変えられるんですけど、英語はこれ結構厳しいルールがあるんです。だから英語って世界の言語になるぐらい簡単な言語でもあるんですよ。そのルールが結構厳しいところは厳しいので、でこの逆になってるからやっぱりカンマをここ入れてあげようということで July 5th カンマ at Midori Hall っていう順番になってますね。そして Where is that? それはどこなの？ Where ですね。さっきも、一番最初に Where do you practice? っていうのありましたけど、また今度は Where is that? それどこ？っていう感じ。そして上司君が It's near the station、はい、It's near the station。 この near っていうのがなかったらこれ答えがおかしなことになっちゃいますよね。ミドリホールはそれは駅ですって、それは駅なの？駅がミドリホールなの？っていうことになっちゃうんですけど、この near っていうのが入るってことで、これはの近くだよっていう、この近くだよっていう意味になりますね。 near something ね、 near something。 Where is my hat? Oh, it's near the chair ね、椅子の近くにあるよみたいな感じで、この near something っていうのは使えるので、これも押さえておいてください。はい。そして new words の方に行きますね、じゃあ最初 trumpet、 trumpet ですね。これはライムしているところは最後の実は et だけですね。 et って言ったらもう trumpet からもう分離できますけど、 pet ですね。 I have a dog as my pet。
この pet っていう音もそれから言えるし、あと for example、 oh I get、 I get it、 get、 この音も et ですよね。それから oh my hair is wet、 my hair is wet、 私の髪濡れてるんですっていうような感じのこの wet っていうのも言えます。次、brass band ですね。brass band っていうのはここにありましたね。I'm in the brass band。 ブラスバンドってね、もう日本語になってますけど、これは band、 これは例えば What are they?、うん、じゃあ What is this? My hand and、 これがライムしていますね。 band、 hand っていう感じです。さあ次は before、 この or ですね。これは f と o の間にスラッシュを入れて ore で or って音です。これはみんなのよく知ってる convenience store、 この or って音ですね。 store before、 それからこれからみんなが習う more、 より多くのもの more、何がいいかな more apples とかですね、数えられるものがより多いっていう時にこの more っていうのを使えられますよね。はい、なので more、 それから、more はでも数えられないものでも使えますね。 more water please って言い方ができますので、はい、じゃあ次ですね、 concert、 これはちょっとこのままにしておきますね。 concert、 次 nextNext っていうのはどこにあったかなっていうと、ここですね。Next concert っていうところになってますね。次のコンサート、コンサートの意味ですね。この Next は N と E の間にスラッシュを入れると、Next text。Texting っていうのはもうこれ、アクションバーブになってるんですけど、テキストするっていう言い方しますね。ああいう SNS のインスタグラムとか、みんなのやってる LINE とか、そういうののこうタイプでこう打つことを Texting っていうふうにね、言いますけど、Text、Next、これは同じ音ですね。次が Fifth、Fifth、これ難しい、Fifth。ちょっとこの舌が、で出た感じ、この感じがこの th の音です。これはちょっとね、QR の語彙のところもう一回聞いてね、練習してみてください。次が hall ですね。h という音は実はほという音ではないんです。実は息だけの音がほです。で、ここに all という音が入って hall っていう風になりますね。これは hall、ball。これでいいですね。それから他にも wall、 壁っていうのもあります。これは ALL というので all っていう音ですね。 hall、 ball、 wall、 全部同じ音です。次 near、 この ear っていう音ですね。 ear、 ear ですね。 n と e の間にスラッシュ、そうするとこれはそう、このhere の ear の音も near の音も ear の音も一緒ですね。そうやって思うと、なんだ英語もひらがなみたいに読み方あるんじゃん、暗号じゃなかったっていうふうにちょっと嬉しくなる子もいるかなと思います。はい、じゃあこれで new words 終わったので、本当は1年生のうちまだね、文章が短いので、なるべく頭にリズムが残るようにもう一度だけ、Hi Josh, what do you have in that bag? こういう感じで読んでください。Thank you so much for watching! Bye bye!